はい、皆さんこんばんは。今日はね、魔界迷宮、というのがあってね、これの第一層というのがあって、こちらの方をね、やってみようと思います。ポチッとな。なんかね、見るからに強そうですよね。でクリア率がなんか数パーセントって書いてたんでね、まあ基本的には厳しいかなと思うんですが、でもね、私もね、4ヶ月ぐらいですかね、もう本当にかなり頑張ってやりましたんでね、まあ行ってみようということでございます。それではポチッとな。4ヶ月分の思いを届け、どうでしょうか。でね、レルナちゃんを先日手に入れたんで、あの可愛い方がですね、ゲフゲフ遠距離でなんとかなるんじゃないかっていうね、あのまともに殴り合ったら多分勝てないと思うんで、え、ちょっと待て、これで回復、うー、早すぎるでしょこれ。で これがね、うちのね本気のあれなんですけど、私の本気の一番今時点で一番強いというか、圧倒的にうちの中では一番強いんだけど、これ無理ですね。いや悔しいな、ちょっと、あ、もうダメだと思うこれ多分ちょっと200レベルとか書いてるし、いや、もう無理でしょこれ。いや、何にもできない、何にもできない。あごめんなさい、ごめんなさい、いろいろごめんなさい。ちょ、もう一回やろうかなこれ。ちょっとね、なんだ、レルナさんが回復ってのはあるんで、それをうまく使えばいいんじゃないかなと思うんだけど、敵も遠距離使うのかこれ。シーン、てん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 、読み込み長い。もう一回やる。ちょっとまあレルナさんマックス強化してはいないですけど、レベル62とはいえね、強すぎるっていうね。私がこのゲーム始めた当初のそのメインクエストのあのレベル80とかを見るような感じでしょうかね。うん、ちょっともう一回いこう。これでね、回復すればいいんじゃない、ほらほらと。でこうやって、でキャーレ、もう無理だねこれダメだな、ダメだ、もう諦めた、どうしようもないはい、ということでね、もうちょっと戦闘意欲、中の人の戦闘意欲がなくなりましたんで、されるがままでございます。はい、ごめんなさい、ごめんなさい。以上でございました。ご視聴ありがとうございました。ただねこれ、攻略見ないとこれどうしようもないかなこれな。